は終戦記念日でした。終戦記念日なので、僕は戦争について考えました。はじめに考えたことは、なぜ同じ人間なのに戦争をするのかということです。争っているのは政府や軍同士なのに、一般の人を巻き込んでしまうのがかわいそうです。二つ目に考えたことは、子供の人は出征するということです。突然政府から手紙が届き、戦場に行きます。その人たちは長い期間大切な人に会えません。命を失うリスクだってあるのです。僕が考える世界平和は、国連が戦争禁止宣言を出すことや、もっとみんながそういう国について考えることなどがあります。皆さんもこの機会なので、戦争について考えてみるのではないかと思います。